普通のパターンこい。おい、普通じゃないぞ、いきなり。もういきなり普通じゃないって何？どういうこと？ちょっとやめて、いきなりやめて、そういうの。いや、マジでやめて。ちょっといきなりそういうのやめてくれる？もう、なんだよ、これ。まあ、そうだろうね。まあ、占い1と2が、同じところを占って、狐はもう死んじゃったんだろう。いや、もうちょっとそういうイレギュラーなことやめてよ。こうなったらどうすっかな。まあ、そうそう、勘だよね。だから、こういうパターンで、勘で、この占い1か占い2のどっちか守るしかないっていうふうに、基本的にはこうなるわけですよ。なんで、まあ、ここは、プレイヤーの勘で、どっちが進化を決めて、守って、で、死んだ方が、あ、でもこれ、狐死んでるからな、最初に。死んだ方が、死んで、残りの人は人狼だったっていうパターンなんですよね。まあ、いきなりイレギュラー来るな。まあ、でもここで、まあ言ってしまえば、まあここで人狼を炙り出すのは基本的に多分簡単なんで、猫又くんいきなり使用させていいと思います。はい。あ、そうですか。ね、まあ一人しか出なかったから、他に猫又はいないんだろうし、こうやって使用させたら、ここは絶対神に行けないし、もう白確定の人だから、共有者より何より強い存在ではね、ない。もう、言うなら。じゃあ、さっき、まあ、このゲームね、最初に出たからといって、真っぽいっていうわけでもなく、後に出た人が真っていう可能性も普通にあるので、出た順番とかはあんまり関係ないです。翌日、まあそうですね、普通に共有者を守るのもありだと思うんだけど、多分初日から共有を噛みに行く人狼ってあんまりいなくて、なんで、まあ勘でどっちか当てて、まあ護衛をするっていうのがいいのかなとも思うけど、3人、まあ、このパターンで言うとちょっと違うんだけど、占い1と占い2がこう出たとして、両方ね、人狼の可能性もあるんだよ。そうなってくると、例えば、まあ、占い1の団長と占い2のランプちゃんが両方人狼でしたってなって、そうなったら初日死亡のこの村娘ちゃんとかがいるじゃないですか。そしたらその村娘ちゃんが占い師なんだけど、でも、まあ、こっち的には気づかなくて、占い1を守りました。で、翌日、占い2死なかった。じゃあ、占い1死んやんと思って、占い1のことを信じていくと最終的に負けるんですよね。なんで、そうなるのが嫌だから、最近、共有者は守ってました。で、様子を見て、どっちかが死ぬのを見て、で、ああ、残った方が、偽物なのね、みたいな感じでやっていってました。初日がね、この大型村って普通に初日に、役職持ちの人が死ぬパターンがあるんだよ。霊能とか、占いとかが普通に死ぬんで、まあ、どっちか守ったから、守って翌日、ああ、死なんかった、じゃあ、その人の方が、その守った方が死んやんと思ってやるのも、ちょっと危ないかなっていう感じかな。まあまあ、このパターンはもう、陽子もいないし、どっちか守っていけばいいんじゃないかな。さあ、どっちにしよっかな。占い1と占い。じゃあ、占い、最初に出てきた方を守ろう。占い2ですね。はい。で、釣るのは誰にしようか。まあ、わからんからグレランでいいかな。グレランで。はい。はい。まさかさ、初日にちょっと陽子が死ぬのはな。ああ、こっちが、こっちがね、シーンだったんですね。なるほど。まあ、そうなったら、そうだね、占い2が白出しをした。白にし、あ、そっか。白にしたら、そうそう、陽子が死んでる場合、占い2が、黒出しの人は、もう確実に白と見ていいと思います。そこに狐がいる可能性はないので。陽子が死んでいる場合はの話ですね。陽子が死んでいる場合は、占い師をおごっている狼が出した黒出しは白角でいいと思います。
なので、この段階で言うと、まあ、白出しされている少女も普通に怪しいので、少女を釣っていきましょう。はい。少女、はい。普通に白い人にも、白出すことも普通にあるんやけど、こっち目線で見ると、もうわからんので、で、まあ、このパターンで霊能1と霊能2どっちが本物かもまだわからないので、まあ、どっちか人狼だろうね。それか狂信者か、あ、狂信者いないか。狂信者も死んでる、狂人かな。で、指定投票で入れました。護衛先は、一応、まあどうせ噛まれると思うけど、一応、共有にしとくか。はい、はい。まあもう、釣ってそのリスクがある人っていうのはもういないんで、猫またくんにももう使用してもらってますし、初日死亡が猫またの可能性もあるのか。はいはいはい。おお、初日死亡が猫股の可能性も普通にあるか。で、まあ出ましたね。この占い2が出した。この貴族くんは白いでしょ。で、まあ猫股くんのおごりはないと思うけど、初日に死んでる人が猫股だったら嫌だな。その可能性も普通にあるよね。うん。まあそこは様子見でいきましょう。でこうなってきたらじゃあグレランでいっかな。護衛しましょうか。護衛護衛。霊能は基本的に残して様子を見る。で、占いに、占いに。グレランね。グレラングレラン。グレランでいきましょう。はい。はい。今んとこ人狼誰も連れてないんじゃない？ひょっとして。何気に。はい。あ。はい。あ。どう？うん、情報君にしろとされたのに。じゃあ情報君釣ろっか。占い先、占い先。うん。護衛をしてもらおうか。護衛は霊能じゃなかった。共有。で。情報くんに入れましょう。はいはい。白出し、その偽物の占い師が出した白出しの人が怪しい。ここはぼちぼちでもう、あれか？はい。おお、いなかったってことは、ハリウッドが守ったんだね。おお、別れたね、ついに。別れたね。釣り縄4、1、2、3、1、2、3。おお、ぼちぼちでも。学生ちゃんが黒出してるのか。この占い、占いか。まあ、あと一人ぐらいはいけるのかな。じゃあ、そうだね。旅人、大工、青年のいずれかから、なんで霊能かまないんだろうね。一応、情報くんの、その、投票履歴見てみる？貴族に入れてんだ。ああ、貴族は白い。てか、まあ、白いって見てるんだけど、まあ、白いんだろうね。うん。で、まあ、守りましょう、普通に。ハリウッドいいんだな。もう、4個は残ってないのに、誰も、その、襲われませんでしたってなったら、ハリウッドは残ってる。ハリウッド釣りたくないけどね。まあ、しょうがないでしょう。これ、釣ったとしたらね。占いにか、霊能のどっちか。あと残り4人行ったとしたら、その4人のうちの誰かを釣らんと、このパターンの場合負けるか。そうだね、負けるね。じゃあもう占いに釣っていこうか。占いには確実に黒だからね。この人はもう人狼で間違いないと思う。はい。はい。
共振者とかが占い師をおごるパターンもあるんやけど、基本その、どっちかというと、まあ人狼は確実に、一人は占い師をおごってくるんで、はいはいはい。おー、おーおーおーおお。お？なんで霊能二人して黒出ししてくるんだ？え、わからんな。何人連れてるんやろね、実際。もう今ここでローラーする余裕っていうのもないから、青年か旅人をここで釣るか。フレラン。え、いっかな。うん。フレランで。はい。ごめん。君が普通に狩人の可能性もある。あ、でもゲームは続くんだ。はい。おう、はいはい。おう、おう。あ。狩人行かれたんだ、じゃあ。でも残ってるのがこの人、おかしいね。修道くんおかしいよね。なんでかっていうと、この1人釣ってる状態だとしたら人狼は全部で4人いるんだよ。残り3人になってるはずなのにゲームが終わっていないから、これは修道くんが偽物なので、残りは人狼は1人のようだね。じゃあ修道くんもしくは旅人のどっちかが人狼です。修道君っていうか、これ最初に陽子が死んじゃってるからな。はいはい、そうなんだよ。最初に陽子が死んじゃってるから、だいぶやりやすい勝負にはなっちゃってるんだよね。あ、終わらないってことは、ほう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 。あ、もうこれは分かりましたね。じゃあ霊能一君は恐怖心者だったのかな。はい、あなたですね。はいはい、さよなら。ああやって割と人狼は見つけやすいんですよ。その人狼が、陽子が死んでいる段階で、陽子が死んでいる段階で人狼が出した黒っていうのは真っ白い人なんですね。なんで陽子が先に死んでしまう。おお、そこそこ。陽子が先に死んでしまった場合っていうのは、もう、俺はちょっとあれだったね。もうとてもイレギュラーだったね。わかりやすかった。まあ、シーンは結局その死んで、シーンを表明するっていうんだよね。そういうやり方なんだよ。このゲーム基本的に多分そんな感じ。初日でその芯を当てられるっていうのはなかなかないからね。大型村に関してはマジで初日に占いが死んでるパターンとか普通にあるから、守ったとして翌日にその人が死、もう一人の人が死なんかったから、そっちが、あ、守った方が芯なんだって思うのも間違いやし、何も信じられないんだよね。ライヒアルト君にはちょっと、騙されたな。あ、狩人釣っちゃったんだね。釣っちゃったのかな。噛まれたのかな。噛まれたのかな。それがちょっと残念だったね、今回。まあまあ、伝えたいことは大体伝えられたかな。ちょっともう一戦ぐらいやってみるか。なんかイレギュラーなこと続いてるもんね。